前回までの動画、私は斉藤優里ちゃんと共にヨーロッパ周遊旅行をしています。ロンドン編を終了してパリに到着しました。おはようございます。パリ2日目というのかな、まあ遊ぶのは1日目です。今、ターミナル間の電車でターミナル移動して、でそこからまた電車乗り換えてパリディズニーに今日は向かおうと思いますが、はい、ゆりちゃん今電車の中で何があったの？すごいちょっと年下ぐらいの女の子にすごい場所を聞かれてたんですけど、うん、この電車どこ行くのって一生聞かれて、まあ私が結構強めに答えたんだよね。いやいや違うよって、違うよ、うん、あなたの行き先じゃないよって言ったんですけど、うん、しつこく私に聞いてくるんで答えてたら、まさかのバッグがのチャックっていうんですかね、ボタンが開けられてましたで急いで確認したら、一応中身は何にも取られてなかったんですけど、まあバッグのボタンが開いてたっていうことだったので、ギリ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 だねそうですね、あの周りのお兄さんとかお姉さんも一緒になんかあなたの行き先じゃないよってすごい言ってくるのに、必要以上に私にずっと遠慮をかけてくるので、カリンがそのバッグ大丈夫って言ってくれて気づいて、無事何も取られ、もうめっちゃ怖いしっかり洗礼を受けてますね。ユーリは前パリ来た時もなんかやられてたよね、うん、ユーリなんか声から多分ちょろい顔しててなんか不安そうな顔してるから、私とかはいやいや何言ってんのみたいな顔結構するから多分勝てるんだけど、いやなんか顔にチョロさが出ちゃって、もうめっちゃ怖くてもうバッグ両手持ち、もう周りのねなんかお姉さんとかお兄さんも気をつけてって言ってくれたし、まあまあまあ取られてないという感じなので、きっと iPhone もカードもあったから、うん、なのでまあ気をつけていきましょう。頑張ります。ただいまカリンが今ディズニーへ行くチケットを買ってくれています。10分間だけ高速電車に乗って空港からパリディズニーに向かいます。で元気を取り戻してるユーリさんです。こちらからは以上です。駅に到着しました。ディズニーの駅なんだっけ、なんだっけ、マルラバリシュリー駅みたいな感じのところに、あのテロップで入ってますので大丈夫です。ちゃんと入れてる、はい、入れてます。こちらです。やっていいやっていいよ。こちらです。こちらです。すごい YouTuber っぽい。YouTuber っぽいのか。やばい。パリのディズニーは2つパークがあって、ディズニーランドパークと、うん、あとウォルトディズニースタジオパーク2つあります。はい、前行ったことあるけど、ウォルトディズニースタジオパークの方はちょっとこう小さめかな。でもなんかこうディズニーシーみたいにこうなんだろう、個性が出てる感じがするかな、うんうん、レミーとかもあるので。そうですね。ランドの方はまあ基本ランドなんで似たような感じなんですけど、うんうん、なのでまずはウォルトディズニースタジオパークに行こうと思いますが、これはランドな気がするな。ランドパリスって書いてあります。ミッキーがハッてやってるねってことは反対ですか。反対だったかもしれないね。はい、行きましょう。パリといえばのこのピンクのディズニーホテルですね。かわいい。いつかは泊まってみたいけど、泊まりたい。ちょっとね高級なんですよね、でもすごくかわいい。今日は9時オープンなんですけど、なんか30分早く開くっていうネットの情報があったので、早く来たつもりだけど、まあ、結局8時48分だということで、まずはウォルトディズニースタジオです。ユーリが耳かいたいらしいから先に耳見に行くかな。OK。
あそこグッズかな。クリスマスかわいい。よいしょ。あったかいね。耳はそんなに多く売ってないかもしれないですね。ちょっと私はあんまりっていうか耳はつけないのであんまわかんないんですけど。ハンバーガー食べてたよね。なんかこう映画のセットみたいに多分なってるんですよね、モチーフが。でちょっとこうイクスピアリっぽい雰囲気で入る？メイメイがお出迎えしてくれましたね。かわいい。これ日本で完売したやつだね。私はティアナグッズとかがあれば買いたいかなって感じですけど、結構最近はあの輸入しちゃうのでグッズを。まあでもパークのグッズを輸入してないのかな。スターのグッズとかは輸入しちゃうんですけど、なのでまあまあ欲しいものは多分もう買えてるんですよね。なさそう。アーケードを抜けて行きましょう。ボンジュー、ボンジュー。オープンの時間ちょうど結局9時にインできたので、オープンだからかお出迎えがありました。はい。じゃあ朝からクラッシュ行っとく？クラッシュのコースターはなんかすごい人気で、私は前来た時に私以外の子たちがみんな乗って、私はやることがあったから乗れなくて、なので初めて、前も乗ってみたかったので楽しみ。このニモのエリアとかレミーのエリアとかトイストーリーのエリアがあるので、ちょっとピクサー強め、ピクサーとあとマーベル系とっていう感じなイメージがウォルトディズニーの方ですね。さあ待ち時間はまでいくでしょうか。うわ95だって、やばいね。シングルライダー50分なのでシングルライダーで行こうと思います。わあ中かわいいね。そうなの。ちょっとこう港町っぽいブリキの。あ、そうなんだ。まあでもシングルの進みは多分遅いから。クラッシュの甲羅に乗っていくコースターです。いやなんか海の中を探検するみたいなコースターだったんですけど、コースター自体も回転するし、で普通にコースターでこう上行ったり下行ったりするし、結構激しかった。想像以上に激しかった。シングルライダーで乗って50分待ちだったんですけど、まあその時にもよると思うけど30分待ったかなぐらいかな、多分そんな感じでした。ユーリが来ました。おかえり。どうだった？いい感じ？私結構後ろから落ちるタイプ。うんうん。スリリングで、もうアトラクション好きには最高でした。思ったよりスリリングだね。そう。しかも隣のお姉さんもいっぱい話しかけてくれました。あ、私は多分12歳児と恋に落ちたかな。怖い。恋に落ちた。やっぱそうだよね、アトラクションスリリングだから、うん、恋のね乗り物乗ってる間に、うん、あの目合わせてニコってしちゃった。12歳児、12歳児、ね、うん、ちょっとぽっちゃりしてる12歳児、可愛かった。一番好きなんだったよね。そうそうそう、見えてきました。はい、パリディズニーに来たら絶対に行かなきゃいけない、うん、ラタトゥーユエリアです。レミーの美味しいレストランかな、はい、です。いやーやっぱ綺麗だわ。地面から石畳に、そうだね、パリの街並みっていう感じなんだろうね、うん、すごい可愛らしい。ちょっとクリスマスマーケット的な感じでお店も装飾されてて、スーベニアーズ土産屋さん、うん、
今回はちょっと予約が取れなかったんですけど、ビストロシェフレミーっていうレミーのレストランもあります。あ、クリスマスデコレーションは可愛いね。前来た時はクリスマスじゃなかったから。あ、そうか、これもクリスマスってこと。そうそうそう、いますね。さあ、ということでこれがすごい人数で90分待ち、もちろん90分待ちですごいんですけど、よく見るとシングルライダーが5分待ち。やったー。ではシングルライダーの5分待ち行ってきます。こんにちは。もうそんなん絶対5分選んじゃうよ、観光客は。全員観光客だと思うけどね。ただまあ、あっちの並びの方が可愛いのかな、グストとかがあるのかなっていう気はしますけど。今回は入れなかったレストランの内部こんな感じです。前に私一人で食べに行ったので、その映像を挟みますね。どうぞ。ということで本当に多分5分で乗れた気がする。うん、あ、15分になってるよ、出てきたら。シングルライダーはやっぱりあのさっきのクラッシュは、乗り物が22で乗るやつだからなかなかシングルの出番がないんですけど、このレミーのやつは33なので結構シングルの出番が多くてすぐに回ってくるのでシングルおすすめですが、あの Q ラインの可愛いところが見えないのが、まあ、ちょっとファンとしては残念ですけども、時間ないんでね、しょうがないかなってところです。はい、これは多分あのシェフ名前が思い出せないが乗ってたバイクですね。10時になってお店が開きました。ちょっとなんか一つ食べたいな。食べたいですね。お、なんかサラミ、サラミだ。あ、チーズ、あ、美味しそう。ホクホクだね。え、これもクレープも食べたいな。食べよう、どっちも。じゃあ、あ、一緒に食べる。あ、オッケーオッケー。ボンジョー、can I get this? One.OK。 Merci。 いただきます。いただきます。うん、ちょっと冷めちゃった。美味しい。じゃがいも、じゃがいも、うん、ボリューミーだね。美味しそう。美味しい、間違いない。うん、いいな、ディズニーの醍醐味、食べ歩きですね。全然お酒飲まないけど、うん、赤ワイン飲みたくなるね。うん、確かに飲まないけどそんなにね、よくわかんないけど、ペアリングとかよくわかんないけど、全然飲まないもん。うん、ジュースが美味しい。ホットチョコレートで十分。ホッ
ントチョコレート甘いんだよな。何杯飲むかなって感じ。ヨーロッパ飲んだよね。ヨーロッパ美味しいからね。ヨーロッパ旅行中に、また来いよちゃん、いつでもですよ。でも残り2本、これ含めて2本。やばいね、私の寿命がもう。日本のさ、物があってスーパーマーケット探してね。でもフランスはね、日本、うん、結構ありそうだけどね。明日レミーのエリアのスーベニアだから、何パリ系なのかレミー系なのか。あら、かわいい。かわいいし、めっちゃひげがおしゃれ、ね、あ、でもこの部屋持ってるな。持ってますね。いや、私のと違う。うわ、海外のパークのコツとしては、その店舗にしかないグッズとかが多いから、で戻ってこれるか分かんないので、もう諦めて買うっていうのが私的には鉄則だと思ってるので。おー、なるほど。買いました。大きいのよ、バカでか。ま、軽いのが唯一の救いだし、あとはキャリーには今んとこ入らない計算なので、後で考える。これも鉄則。鉄則じゃない。鉄則なんで。鉄則じゃない、絶対に。他の人は真似しないでください、この買い方は。鉄則なので、皆さん。ちゃんと容量のあるものを持ってきて購入してください。よろしくお願いします。ということで、およ、ちょっと奥の。奥まで行くんですね、先に。これ壁やんなくていい？壁、ええ、やりたい。バズがいい。めちゃめちゃ奥地にあるカーズのゆるふわアトラクションです。うん、このかわいいね、このポスターがかわいいね。こちら、青空が少し見えててありがたい。結構人いるけど、アトラクションが大きいからすぐ行けそうですね。今これは何してるかっていうと、アトラクションの乗る位置が右端がいいのか左端のがいい映像が撮れるのかとか楽しめるのかっていうのをマップを見ながら考えてくれてます。左にしよう。左ですか、結果。あ、右です。あ、いや、右だわ。トゥメッシー、よいしょよいしょよいしょ、やったー、イエーイ。ちょっと荷物多いんですけど、ありました。カーズトリップ、いいね。イエーイ、イエーイ。
I'm not an addict, yes, big. I must be a dreaming. Pinch me, Guido. Where all those crazy things built along Route 66? Les attractions au bord de la route ont été construites pour dire... We're making a short scheduled stop here in the camp. Please remain seated and in arms inside the tram. Rien de trop un bon vieux lavage naturel à l'ancienne. Ah, un bon machin. Attention, préparez-vous. Elle arrive. すごいゆるふわアトラクションだと思ってたら、思ったより迫力のあるショーみたいな感じだったね。とんでもない量の水が降ってきて、すごかったね。日本じゃ考えられない水分量だったね。水かかった？ちょっとしぶきぐらい。さすがに多分かかる計算にはなってないんだと思う。よかった。そうですね。じゃあ左端の方はご注意ようですね。ご注意ようです。びっくりしないように。でもあの日があったかかったわ。いやいや、暖を取るなそこで。はい、ありがてー。ということでトイストーリーエリア、はい、トイストーリーエリアは実は結構世界いっぱいあって、フロリダと香港、上海、 LA はない。エリアではない。そうだね、ピクサーエリアになっちゃうからないね。まあ、でも結構世界いっぱいあるんで、結構いろいろ乗ったことがあって、これはなんかあのバイキングみたいな感じかな。 RC レースかな。そう、あでも50分とか40分。そうだね、まあ、回転は悪いよね、この1台だけで。だから、はあ、でこれはスリンキーのなんかこうぐるぐる回るやつ。もう結構作りが細かくて、これもやっぱりあのドミノで作った壁だったり、これもねトイストーリーに出てくるおもちゃなんですよね。あのロッキーが持ち上げてるダンベルがこれで作られてるんですけど、これは なんていうんだろう、なんか激しめのエレベーター。はい、エレベーター、まあまあそうだね。そうだよね、上限度ですね、うん、乗り物。私は絶対無理なので乗らないのですが、っていう感じのトイストーリーエリアです。ちょっと今回は何も乗らないというか、あの高い系が多いので、ちょっと私はすいませんが、ツーショットバズもいるし、ここはエッチャースケッチとか、あとポテトちゃん、ハム、あれもレニーとかもいるね。これ今真ん中大きく工事してて、アレンデールとかいろいろできるみたいです。楽しみ、また来なきゃ。ミニーちゃんに会えるかな。会いたい、会いたい。よろしく。メシ。なんとドナルド、あ、どっちも行けるんだ。レディダルーオンモーエスミゲンラブティンキダルー。 OK, you ready? Oh wow! One more and the last one, perfect!やばかった、最強にやばかった。もうね、ハグ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 。大丈夫だった？興奮収まってる？いや、あのね、ドナーとハグした時に結構涙腺やばかったかも。ミニ
ーちゃんもドナルドもオフのなんていうの他の人と写真撮ってないタイミングもダンスしてて、うん、サービス精神旺盛だったね。可愛かった。最強でした。ちょっと興奮収まりません。今日はあとミッキーは絶対行きたいなと思ってます。回ります。じゃあちょっとアベンジャーズエリアに、はい、行ってきます。アベンジャーズキャンパス。これスパイダーマンの割と新しいアトラクションみたいです。シングルが30分で、普通の方が75分。じゃあシングルの30分行ってみましょう。安定のシングルライダーで。シングルライダー、メッシー。Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls? Ah, parce qu'ils sont pas croyables. Petit. Je suis de la tête.見つけたら、引っ張ってだね。オブジェクトを引っ張って。うちらスパイダーマンの弟子になるの。3D メガネ。ありがとう。前髪やばい。気をつけて、調子乗ってる人スリに合うかぼったくりに合うから。そうだよね。Utilisez toutes les places disponibles dans le véhicule. Asseyez-vous et mettez ces lunettes de ciel. すごかったね。すごかった。いや、あのスパイダーマンのやつはなんかこう体がセンサーか何かで動きが全部バレてて、こう右手とか左手とか動かして、それでこうスパイダーをキャッチできるみたいな仕組みになってて、嘘みたいに腕動かしちゃった子供たちと一緒に。しかも最初片手だけなのかなって私は思ってたら、まさかの両手でもいけるんだって思って、ね、すごかった。で、私聞いてほしいのが、うん、最初1だったの。おお、あのファミリーとね暮らしてもらったんですよ。そしたら途中でお父さんが本気出して、あ、仕組みに気づいて、私もそうだった。うん、したらお父さんに負けちゃったの。何満点でした？私そうですね、結果133,800点でした。どうですか？弱っ。弱いわ。こちら18万点です。待って、ハロー、シングル。 Yeah, but it's better here. It's the same time. A single. Same time? Yes, same time. でもシングルで OK。 A single. ということで、今からアベンジャーズの乗り物、コースターかな多分に乗ります。え、やばかったね。めっちゃやばかった。前髪終わってんだけど、やばかったわ。もうでもとにかくアイアンマンとかの戦いはすっごいかっこよかった。あ、本当？私ね、一回も見かけてない。あ、そうだよね。うん、目を一度も開けられなくて、え、というかなんかまず乗った時点で、うん、なんか荷物多いからどうしようってやってたら、もう絶対手でギュッと持ってなみたいな。本当はさ、足元に置きなさいって指示じゃん。足元に置くのもいいけど、手で持ってないと飛ばされるよ。頼もしいね。もうターンみたいにすごいしたから、もう足元に置きながらギュッと持って、うん、え、ビュン。カリン、それ間違えちゃったじゃん。もう絶対ここだったよ。ここの胸の前のバーだったよ。あ、バーも持ちつつ、全部持ちつつ、もうねすごかった。でもね、なんかあの頭を後ろに頑張ってくっつけたんだけど、うん、もうガーって揺らされて、もうピアスいったってなって、すごかったわ。いや、もうすごいおもろかった。いや、なんかジェットコースター好きにはぜひ乗ってほしい、うん、たまらなかったですね。 Bonjour à tous et bienvenue au Avengers Campus。今のところ一
組見かけたかなって感じで、あとまあアジア人がたまにいるけど、でも全然多くないね。ディズニー編があまりにも長くなりすぎてしまったので2本に分けました。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。